はい、皆さん、こんばんはでいいのかな。すごいいつもよりは明るい時間にやってるんですけども、こんばんは、立花和則です。今日は立花和則のジャ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 ズセカンドシーズン、一発目のライブにお越しいただきまして本当にありがとうございます。いや、なんかセカンドシーズン、ファーストシーズンはね、なんとか無我夢中でわけもわからない中こなしたっていう感じなんですけども、さすがにねセカンドシーズンにもなるとちゃんとジャズも分かって歌っているんだぞというところをね見せられればなと思いながら、頑張っていきたいなと思います。全4回5回あるうちの、記念すべき1回目です。ちょっと気合い入れていきたいと思います。まず1曲目は、皆さんジャズってなかなかね、馴染みがないかもしれませんけども、この曲は結構皆さん誰でも知ってる曲なんじゃないかなと思うので、1曲目ラブという曲を歌ってみたいと思います。それでは聴いてください。L It's for the way you look at me. Love was made for me and you. ありがとうございます。ありがとうございます。1曲目ラブ聴いていただきました。はい、改めまして、酪農家兼業歌手の立花和則です。今日はよろしくお願いいたします。いや、あれ1曲目の北田さんのピアノの曲、あれめちゃくちゃいい曲だなって僕思って聞いてたんですけど、あれなんて曲ですか。あれはね、ちょっと待って、あんまりタイトルよく覚えてない。100 Ways っていう曲ですね。まあその、女性に対して、自分の愛を表現するのに100通りの方法があるよっていう100 Ways っていう曲なんですね。いいでしょ。いいでしょ。おしゃれ。なんか、いや、これちょっと訳があるんですけど。ご存知の方もいるかもしれませんが、先日、世界的に有名なアルトサックス奏者のデビッド・サンボーンが亡くなったんですね。で僕も20代の頃からめちゃめちゃ大好きでよく聴いてて、でまあ最近その闘病しててなんかライブの本数はもうなんかあんまり入れてはいなかったんだけど、来年ぐらいまでなんか予定は入れてたみたいなんですけど、で結果残念なことではなったんですけども、そのデビッド・サンボーンがよく演奏してた曲というか、まあ、アルバムにも入ってる曲なんですけど、で本当はこれ歌詞があるんですよ。歌詞がちゃんとさっき言ってて、なんですけど3本は、メロディーのところを自分のサックスで吹いて、で確かサビのところがなんかコーラスでボーカルを入ってたような気がするんですけど、という曲をやってみました。すごい、こうやって何でもね聞くと答えてくれるんですよ。ジャズに関してはもう心強い心強い味方って、はい、そんな感じの曲でした。はい、素敵な曲。いやもうちゃんとインプットしておかないと、はい、はい、ちょっとこれで北田さんの曲の中では黒いオルフェと今の曲がちょっとお気に入りになりました。そうそう、思い出した。今の曲もともとクイーシー・ジョーンズの、あれは愛の国だってアルバムがあったんですよ。めちゃめちゃヒットした。あれの中に、入ってる曲です。 あれが最初かな、出典としては最初だ。興味ある方は、クインシー・ジョーンズの、クインシー・ジョーンズ、はい、愛の国だというアルバムがありますので、それを参考にしてみたらいけと、ついてきてる方います？クインシー・ジョーンズ、なるけど、ジョーンズはですね、話がちょっともう止まらない。そう、はい、そう、ジャズって僕もね、初めて今こうやって勉強しながらやってるんですけど、なんだろうな、こうさっきのね、本当にストレートに愛を伝えるようなものとか、あとはもう時代背景ですよね。1930年代40年代50年代っていう、まあ、戦争下で書かれて、ヒットした曲とかも多いんですよね。で続いての曲は When I Fall in Love っていう曲、映画05作戦っていう、映画の、曲になって、それがすごいポピュラーソングになっていたと、そういうストーリーのある曲です。それでは When I Fall in Love 聴いてください。
And I fall in love with you. ありがとうございました。When I fall in love 聞いていただきました。緊張のあまり水持ってくるの忘れたんですよね。社長その水まだ飲んでないです。ちょっと最初から狙ってたんですよね。ここに座った時からあ水がないって思って、すいませんね、ありがとうございます。すいません、今のあのカットでお願いしますね、小野さんね。この部分カットで。昨日テレビに僕出たんですけども、あの皆さん見ていただけましたかね。 ありがとうございます、見ていただきました。あの河合くんが出てるサタデーファンキーズ、サタファンに実はあの生放送で出させてもらって、で僕と北田さんとね、はい、あの歌ったんですけども、北田さんピアノ褒められてましたね。河合くんにめちゃくちゃうまいっすねって。そうなんだろうな、僕は久しぶりだったんですよテレビで。で一応台本いただいて、まあテレビ局主導の台本にもちろんなってるんですけども、ちょっと電話で立花さん、うちの局の国民的アニメで「踊るポンポコ」、ちびまる子ちゃんっていうアニメがあるんですけども、って「踊るポンポコリン」とか歌えますかって聞かれて。まあ歌うぐらいだったらワンフレーズぐらいは全然いいですよって。でできてきた台本がですね、歌った後に丸尾くんのモノマネっていうのが書いてあって、あのズバリっていう、あれどうしようかなって、全力でやったら放送事故になりかねないなと。で兄弟にもお前気をつけろよと、生放送なんだからなっていうふうにめちゃくちゃ言われたんですけど、実はですね前日にちゃんと丸尾くんの YouTube を見てどんな感じかなっていうのはちゃんと練習して、実はね言ったんですよね。でもこれがテレビかと、社長にも一応台本は読んでもらってたんですけども、これが芸能界ですからということで頑張ってくれというようなご指導をいただきまして、なんとか乗り切れました。まあでもあそこで河合くんにチーズとかも食べていただいて、で勢いで僕明日のライブで用意しますからねなんて言ったんですけども、本当に用意してきましたので今日は一部二部の二構成でやるんですけども、その間で僕から皆さんにチーズをお配りします。裂けるチーズを、2種類、ちょっと畳めば畳むほど硬くてよく裂けるチーズになるっていうふうに説明したと思うんですけども、そのちょっと硬いチーズと柔らかい程よい美味しいチーズと、もう一つ冷蔵庫にあった去年の12月31日に取ってチーズにしたこういう丸いチーズですね、これをちょっとスライスして皆さんにお出ししたいなと、5ヶ月ぐらい熟成してるやつをお出ししたいなと思ってるので、はい、どうぞお楽しみください。乳製品嫌いな方いないですか。はい、よかった。牛乳嫌いとかチーズ嫌いって言われると悲しくなるとこでした。はい、じゃあちょっとジャズに戻りますね。3曲目、の曲は All of Me という、曲です。ぜひねノリのいい曲なんで、皆さん、ね、よかったら手拍子などをしていただけたら嬉しいかなと思います。それでは All of Me 聴いてください。All of meWhy not take all of me? Why not take all of me? Yeah! ありがとうございます。ありがとうございます。All of me 聞いていただきました。はい、続いても、ちょっとねアップテンポな曲、さらにアップテンポな曲になるのかな、はい、を、歌ってみたいと思います。
チラシとかフライヤーとか、見た方多分気づいてないと思うんですけど、僕の名前の前に、VOGT とかって書かれてるんですよ。 VO はボーカルで GT はギター、なんですけど、今日ギター持ってきてないんですよ。いつも持ってきてるんです。今日のセットリストだと多分ないというか、ジャズは僕弾いてない。代わりにちょっと別の楽器を持ってきました。次の曲で披露したいと思います。それでは、あまり期待しないで聴いてくださいそれでは、続いての曲は Just You, Just Me という曲です。Just you, just me. ありがとうございます。ありがとうございます。Just you, just me 聞いていただきました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、ごゆっくり、ゆっくりでいいですよ。本当にありがとうございます。来ていただいて。ありがとうございます。なんか途中から入ってくるのってちょっと気が引けますよね。トランペットのあたりとかね、ねすいませんね、ありがとうございます。そう、ギターの代わりにちょっと持ってたのがトランペットだったんですよね。実はこれずいぶん前からヒューマンビートボックスやってる方よくいらっしゃるじゃないですか。ヒカキンはじめ、いろんな方、大地はじめ、僕すごい好きで見てるんですけども、トランペットをやってみようかなって思ってやったらちょっと音が出てできたんですよ。ただこれを使う場所がなかった。 J-POP 歌ってるところでは全然歌う場所がないんですよね。ただまあこれだったら自由だし何でもやっていいかと思って、ちょっと今回初挑戦してみたところです。実はもうちょっとクオリティ上げていきます。はい、今後ともちょっとお楽しみいただけたらと思います。すいません、ありがとうございます。全然いけるよ。あ、本当ですか。あ、よかった。全然いける、いける。すごい、よかった、褒められたいや、初めてやることってすっごい不安なんですよね。受け入れてもらえるかなみたいな。いや、でもね、全然初めてとは思えないクオリティで。あ、本当ですか。あ、よかったです。あ、よかったです、これで一曲やれるかもしれないね。おやめてください、ちょっと 社長が本当に何しようって言い始めるから、ちょっとあ、ちょっと多分、セコンドからのいろいろ指示が飛ぶんでね、はい、すいません、ありがとうございます。さあ、続いての曲が、すみません、来たばっかりで申し訳ないんですけども、一部最後の曲になってしまいます。はい、一部の最後の曲はですね、昨日テレビでも披露しました、ナットキングコールのスマイルという曲を、聴いていただきたいなと思います。その後に、皆様にチーズをお配りしますので、お酒と一緒にぜひ食べていただけたらなと思います。はい、それではよし、ちょっと気合い入れて一回水飲んでいいですか。はい、すみませんね、高いんでね、あの曲、あれ昨日テレビ見ていただきました。見てない。実は僕昨日サタデーファンキーズに出て、可愛く推しの可愛くんとめちゃくちゃ個人的な話をいっぱいしてきたんですよ。可愛さんと会った時に、すいません、いつもの僕とサタファンのことをつぶやいてくれてありがとうございますって言われた。僕のツイッターで X が見られてると、可愛くに見られてると思ってすっごいドキドキしました。2015年の松本潤君とウィッシュ踊った時から大好きだったんで、これはもういつか会えるとも思ってなかったんですけどね。まさかまさか岩手に来てくれて会えるなんて思ってなかったんですが、今後ともよろしくお願いしますって言っていただけたんで、セコンドぜひまたサタファンにねじ込んでいただけたら嬉しいななんて思いますじゃあ、そんなこんなで、じゃあスマイル聞いてください。Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. ありがとうございました。
はい、これで第1部は終了です。第2部も、ぜひ引き続きお楽しみください。ではちょっとチーズをお配りしますんで、お酒と一緒にお楽しみください。じゃあご歓談を。